こんにちは、いさきです。本日は来季の DeNA の編成についてお話ししたいなと思います。プロ野球シーズンも最終盤、9月に入りセリーグで熾烈な順位争い、 DeNA も戦力ダウンが非常に大きかった中で、助っ人の活躍、そして打撃陣を武器になんとか順位争い対象チームには入ってきています。それでも課題が明確に見えていたり、いい意味での変化もありますが、今までとは投打のバランス的にも変わってきた部分があります。もちろんこの時期になると考えなければならないのが来季以降の編成、ドラフトが盛り上がる時期であれば戦力外等も考えないといけません。すでに引退発表があったようにこの時期になってきました。本来発表がある10月1日の直前までで1日ずつ出していきたいところではありますが、私事ではございますが、9月終盤は少し動画をお休みをさせていただきます。その日程の関係上やや早くなりますが、9月序盤にて1球団ずつアップをさせていただきます。そして12球団1チームずつ、そして今回は DeNA の編成についてお話ししたいなと思います。で、毎回の動画で恐縮ではございますが、注意喚起をさせていただきます。この動画は戦力外、補強ポイントを含めたオフの動きについての内容が含まれます。各動画の冒頭にてアナウンス、不快に思われる方はブラウザバックお願いいたします。またないとは思いますが、選手たちのエゴサーチ等望まない方に届かないように X での投稿、 YouTube のコミュニティ投稿、またタグ付け等の動画投稿はいたしません。また動画内で戦力外というワードは極力使わないようにいたします。そして普段あまり削除等はしませんが、この動画は少しコメントに関して厳しめな管理をさせていただきます。もちろん低評価等は構いませんが、他の方が不快に思われる内容は削除させていただくことがございます。ただありがたいことにこの注意喚起をさせていただき、ほとんど自分の手で削除するコメントはありませんが、念のため告知をさせていただいております。その中で今回は撮影時点で4位の DeNA についてお話ししたいなと思います。項目としては DeNA の現状、編成状況、課題ポイント、補強ポイント、想定されるドラフト指名、リリース可能性等についてお話ししたいなと思います。まず DeNA の現状から。2024年シーズン戦力的なダウンが目立ちました。武器と課題がくっきりと分かれ、投手指標は悪く、打撃指標は非常に良いです。23年オフに先発の柱2人が抜け、救援含め多くの助っ人が入れ替えとなりました。その中で新助っ人の先発、救援投手含め多く戦力になってきているところがあったり、今まで2軍中心だったような投手が1軍の救援で戦力になることができたり、希望自体もありましたが、その希望を見せた選手も離脱が目立ってしまいました。一方で打撃はセリーグで欠失。もともとオースティンが稼働できればある程度チーム全体でプラスができそうでしたが、それができなかった2年間で打撃的に苦しんできました。その中で今季はオースティンが稼働、そして他のメンバーでも離脱が多くなく、ドラフト1位ルーキーの渡来選手が当初目立った活躍、その後は中堅の梶原選手が存在感を見せるなど、新たな戦力も躍動してきて、筒香選手も戻ってきました。当初積極的にしていた盗塁はなかなかできなくなった部分があり、当初より犠打が増えてきたり、投手課題だけではなく守備も失策が目立つなど、打撃に特化してきている部分はありますが、最近は打撃的にも特化できていなかったチームということを考えると良い変化もあります。そして編成状況がこんなところ。現在の支配下枠は69人、投手はかなり人数的にいて、武田選手が外野手登録ですが、投手二刀流ということを考えると37人と想定したいところ。ただ怪我人が非常に多く、稼働できている人数が少ない部分があったのが苦しいところです。ただその中で助っ人はウェンデルケンが離脱ながら、ウィック、そして先発でジャクソン、ケイ、さらに戦力外から獲得した中川選手が非常に便利な存在、森ウィト選手も苦しいところがありながら便利起用、そして佐々木千早選手がリリーフで必要存在、そしてウェンデルケンが戻ってくるといった助っ人新戦力の躍動というところは非常に大きいです。そして野手では1軍メンバーで多く離脱というところが今年はなく、主力的な選手が固まってきている中で、当初はルーキー2人が開幕スタメンを掴んだり、2軍で結果を残してきていた海老名選手、梶原選手と2人の野手が1軍戦力になってきたり、1軍の野手層はかなり厚くなってきました。もちろん投手でもそういう選手は出てきていますが、怪我など苦しいところがあります。ただ野手に関しては途中獲得で筒香選手、そして来季以降を見据えた獲得でもある左のスラッガー的な助っ人のフォードを獲得などできるところはできているように感じます。そして課題ポイント一つずつ挙げていきます。まずは中堅先発投手の不振。
今シーズン今永選手、バウアーが移籍した中で、東選手以降の投手で中堅投手たちが投げることが求められていました。しかし大貫選手が現状1軍で投げることは多かったですが、まだ100回に満たないところですし、今季こそ稼働したかった平選手が当初好投もありながら離脱が目立ってしまいました。そして石田健太選手も FA 残留、ローテ表とは言わなくても5、6番手的に100回近辺投げたかったですが離脱。浜口選手も防御率的には決して悪くないですし、完投もありますが直近2試合は5回持たないなど不安定なところが目立ち、1軍定着とはなっていません。そして若手先発の苦戦。若手先発でブレイク期待だった深澤選手がトミー・ジョン手術、さらに小園選手も離脱があった中で2軍で登板してきていますが、苦しい内容、大炎上という試合もあったり、まだ1軍というところは現実的に見えてきてはいません。そして石田雄太郎選手もデビュー当初は素晴らしかったですが、まだ10試合で2クオリティスタートと苦しい先発の中で救世主とは慣れていません。そして1年目に稼働できなかった即戦力期待の吉野選手が2年目の今季に少しずつ先発できてきて好投もあるところですが、ローテーション的に期待された中堅投手たちが苦しく、若手も1軍で100回投げられるという選手が出てきているわけではないのが苦しいところ。まあ現在は離脱してしまっていますが、2軍有望株の森下選手がイニングを投げ安定した投球を見せられたというのが希望ではあるかなと思います。そして即戦力期待の投手の苦戦。もちろん投手的にこの4年間で1位で小園選手、入江選手、2位で徳山選手、松本亮斗選手、3位で松本龍之介選手、武田選手と6人上位で指名してきました。そして支配下、育成から支配下を掴んだ投手含め15人を獲得してきましたが、現在1軍の主力的な投手に慣れてる選手ほとんどいないんですよね。もちろん入江選手や石川選手、さらに今季当初の徳山選手や石田雄太郎選手、現在の吉野選手のようにスポット的、一軍で長期的でなかったとしても存在感を見せられている投手はいますが、安定的に一軍で計算できている投手がいないのが苦しいところ。もちろん高卒選手はこれからですが、これまでの投手の負担がどんどん増えてしまっていて、先発に関しては若返りも難しいという課題にぶつかっているところはあるかなと思います。そして救援アピール選手含め離脱大量と球数、救援も現在かなり課題になっています。2022年はむしろリリーフで強みのチームで接戦を取れてきていた部分がありましたが、23年はそのメンバーを計算することができなかったり離脱がありました。2022年は入江選手、伊勢選手、エスコバー、そして23年は上茶谷選手、ウェンデルケンが選球超え、22年は選球超え、他のチームいますが、23年リリーフで選球を超えたのはこの選手たちだけでした。その選手たちで離脱や不審選手が続出し、山崎選手、伊勢選手、入江選手、上茶谷選手が現在の勝ちパターンとはならず、ウェンデルケンも今季当初長期離脱、そしてエスコバーは退団、今季アピールできた部分もあった徳山選手、中川浩選手も手術、さらに昨年アピールした宮城選手、石川達也選手と一軍で長期的に投げることができていません。もちろん抹消があった京山選手、そして坂本選手と今季アピールできている選手はいますが、正直勝ちパターンはかなり苦しいです。森原選手がクローザー、その前を戻ってきたウェンデルケン、ウィックという形ではありますが、日本人選手的にはかなり苦しいかなと思っています。そして捕手起用について、今シーズン山本雄大選手が打撃で大きな成長、もともと圧倒的な強肩が武器でしたが、近年は打撃もしっかりとついてきていて、今季はリーグの打点も相まって打率的には首位打者も争えるくらいの数字を残すなど大きな強みにできていました。球団64年ぶりにオールスターでキャッチャーでファン投票選出となるなど大きな武器のポジションになってきています。そして併用的には伊藤光選手や戸柱選手と経験組がサブにいるという状況、さらに下の世代にはナンバーワンクラスの有望株、松尾志音選手がいます。高卒1年目から圧倒的な内容、三振をせず高打率を記録しパンチ力もある、そんなスタートで今季は1軍で長打も放ってみせました。そして2軍ではさらにレベルアップを見せ、304打数でなんと21三振28四死球、2軍すら打点になってきている時代の中で非凡すぎる存在になっています。ただもちろん1軍も非常に強力なキャッチャー陣なので、松尾選手もサブ的になってきています。正直松尾選手クラスが他ポジションに挑戦しないといけない可能性があるのは本当に贅沢な話ですが、来季以降1軍で打席を積んでいくためには1軍の他ポジションの挑戦というところも狙っていきたいところかもしれません。
そして打力武器もショート課題は継続。ショートについては他のポジションが整備できた今年でも課題が続きます。昨年京田選手が加入、そして今季はルーキーの石上選手が開幕スタメンをつかむなど変化もありましたが、石上選手がつかみきれず、森敬斗選手も一軍出場はありますがつかみきれていません。京田選手がなんとか支えているところはありますが、サブ的に考えるのが理想的。本来は森敬斗選手にこういうシーズンでつかんでほしかったですし、今では完全にサブになっている林選手がつかみたかったですが、苦しい上に離脱となりました。その中で守備的にも大きなプラスとはならず、失策も目立っていて、京田選手がなんとか平均クラスに粘って持っていってくれているところはありますが、他ポジションがプラスとなってきているところもある中で、なんとかショートを平均的にしていきたいところです。そして補強ポイント全体で考えるとこんなところ。はい、助っ人は先発でケイ、ジャクソン、救援でウィック、ウェンデルケン。野手ではオースティンが3年契約最終年、1年目2年目と稼働できなかったとはいえ、稼働できればやはりプラスを出せることがわかるので高年俸ではありますが、できれば残留させたいところ。そしてフォードも佐野選手が移籍した際にオースティンを外野起用する、またオースティンの離脱の多さを考えた時のサブ助っ人的に来季以降も考えての獲得であるはずだと思うので、この6人で考えるとプラス助っ人はゼロで考えています。もちろん FA 等での可能性は低めのチームではあると思うので、正直デプス的にはかなり空いています。右内野右外野的には1枚ずつ若手的に欲しいんですよね。そして松尾選手を1軍に供給、さらに益子選手東選手で動きがあることを想定し、上皇選手らとともに2軍で経験できるキャッチャーを支配下で1人欲しいところ。昨年は渡来選手、井上選手、石上選手と左の野手を複数追加することができましたし、右内野右外野キャッチャーは左右どちらでも良いところですが、この3つのポジションを抑えられると年齢バランス的には非常に良くなってきます。ただもちろんチーム的には先発救援ともに苦しく、助っ人はすでにフルで使っているので、戦力的な上積みは難しいことを考えると、最優先では先発となる可能性も十分ありますし、救援も優先してほしいところではあるので、ドラフト的に各ポジションで素材野手を追加するかと言われると難しいところがあるかなと思います。個人的に考えるドラフト指名、2つプランを考えるとこんなところです。はい、まあ、あくまで1位に3位4位を入れ替えた指名になるところで、 DeNA は順位的に連続指名ができないので市場次第みたいなところがあります。今シーズン目玉的な大卒ショート、そして大卒先発が光っています。どちら1位に行っても正直おかしくないですし、どちらを獲得できたとしても戦力として大きいです。ただ逆に1位クラスに強豪で特攻したいんですが、このショートが先発を外した時には少し立ち回りが難しいドラフトにはなってきます。正直1位に出ないのであれば即戦力期待のショートを最優先で取らなくて良いように見えますし、森選手を長期的に使っていくのであれば上位でショートを取るということは難しいかもしれません。素材的なキャッチャー、そして昨年は左足を多く取ってきて、特に返し名で井上選手、梶原選手、海老名選手らのような身体能力的に売りのロマンタイプの右外野を取っていきたいところではあるかなと思います。まあ、先にも申し上げた通り、右内野、右外野、さらに高卒投手が欲しいところですが、例えば松尾選手が右内野、右外野的に挑戦があったり、右内野で鈴木蓮選手、捕手なら近藤選手がいて、外野手も左はかなり多くなってきている部分もあるので、全てのポジションを最優先で指名する必要はないかもしれません。投手2人、野手4人指名も現実的に欲しいところですし、投手はかなり人数的に多くなってきているところがあるので、ある程度整理しても、投手自身の追加というのは、そこまで多くはないように感じます。ただ今の1軍投手課題を考えると、投手3、野手3、もしくは投手4、野手2というところもベースに考えられるかもしれません。そしてリリース可能性人数を考えると、こんなところです。はい、まあ、正直助っ人をフル稼働で来ているチームなので、助っ人の追加はほぼないと想定していて、ドラフトで5、6人、そして戦力外から獲得、支配下昇格で合計8人程度の追加と想定しています。来季開幕前に66から67くらい、今季ベースで考えると7人から9人程度の入れ替えと想定しています。渡辺選手の支配下や FA、トレード等に動く可能性はありますが、支配下での単純追加というのはそこまで考えられないでしょう。ただ23年は野手で大量に追加があったこと、そしてその中で渡来選手、井上選手が1年目から1軍で結果を残したり、2軍でしっかり結果を残してきていることを考えると、野手で整理は積極的になっていくかもしれません。そして出場なしの選手を挙げるとこんなところ。はい、まあ、投手課題を抱えるチームで怪我等で離脱がなければ1軍で試されてきたチームです。ただその中で離脱が多く、特に若手選手の手術も相次いだことでチャンスも少なかったことがあります。その中で2軍登板がありながら1軍供給できなかった投手は立場が苦しいでしょう。逆に野手では主力が強力かつ2軍から供給できた選手がいるからこそ、少し出場がない選手が多いんですよね。
もちろん武田選手は高卒1年目ですが、現在好調の勝又選手、また太田大志選手も好調だったりするので、こういう選手たちが今後昇格、内容次第では変わってくる可能性もありますが、順位争いの中で難しいところではあるかなと思います。そして候補を挙げていきます。まず濃厚的な選手でいうとこの2人、今季1軍登板がない高田拓人選手はまだ年齢的に若い選手ではありますが、23年もかなり苦しみ、制球で厳しい内容でした。そして今季も登板数こそ少ないですが、三振を大幅に上回る四死球、育成打診等の可能性もありえますが、リリースの可能性もあるかなと思います。そして三浦選手も即戦力的な期待ながら、1軍で登板なく2軍でも苦しい内容、今シーズンは登板数的にも多くはなく制球的にも苦しみ、年齢的にも素材選手が増えてきた中で苦しい立場になってきてるかなと思います。そして益子選手も苦しい立場、有望株キャッチャーとして期待はありましたが、1軍キャッチャーで山本選手が絶対的な存在になってきていて、松尾選手が12球団でもトップクラスの有望株、東選手、上皇選手とともに優先順位が下がってきています。東選手が外野で多く出場し、確実性ともに課題ながら長打力があり、立場的に益子選手、東選手ともに苦しくなってきている現状、守備的に課題もある2人で、長打的に東選手を右外野と考えると益子選手の方が苦しい立場ではあるかもしれません。ただもちろん益子選手、東選手同時に2人いなくなってしまうと、物理的にキャッチャーの人数が少し足りなくなる部分があるので、2人同時リリースということはあまり考えられないかなと思っていますし、仮に益子選手が今年リリースとなるのであれば、素材的なキャッチャーの追加はあるかなと思っています。そして楠本選手も可能性としてはあるでしょう。代打等で1軍で経験もある選手ですが、長打的にも守備的にも苦しいところ、今季1軍で梶原選手、海老名選手が存在感を見せていて、渡来選手が入ってきました。そして守備的には桑原選手はもちろん、上里選手もいるところで、ダイソー守備的にも起用が難しい楠本選手は立場的には苦しいかもしれません。そして西浦選手も微妙なところ、ベテランに差し掛かっていて1軍で起用されたこともありましたが苦しい内容、宮崎選手らが離脱した時に1軍で起用はありそうですし、実際ショートはまだまだ課題でもありますし、右ショートに関しては彼と彼より上の世代の大和選手、そして下の世代の西巻選手、知野選手くらいしか考えられないところはあり、西巻選手も今季1軍ゼロ、ここまで言わないかもしれませんが、年齢的に上がってきていて、ファームの若返り的なところ、また素材選手の追加等があると可能性もゼロではないかなと思います。そして太田大志選手も大穴滝にゼロではありません。正直他のチームなら1軍出場がありそうですが、今季1軍ゼロというところで苦しいところもあります。2軍でも大きく目立っているわけではありませんし、右外野という観点でも海老名選手が優先になりそう、かつ海老名選手が離脱していた時にも機会がなく、ここまで起用がないことを考えると立場は苦しいかもしれません。そして西巻選手も1軍出場がないところで大穴的にゼロではありません。戦力外から獲得し、ユーティリティ的にも起用しようはありそうですが、ショート含めたユーティリティでも京田選手、林選手が起用され、サブショートも森選手で起用的に増やせていません。サブサードでも柴田選手が起用となっている現状、1軍のユーティリティ枠的に起用幅は少ないです。右内野の追加的なところがあると考えると、彼も立場としては苦しくなっているかもしれません。ただよく言われる上里選手に関しては、やはり左としてやや飽和気味ではありますが、俊足なのでダイソー、そして守備固め的に考えることがあるので、まあそういう意味で言うと、今回挙げた選手たちより起用幅としてはあるのかなと思い外しております。そして堀岡選手も可能性としてはゼロではありません。もちろん起用タイミングはあったと思いますし、今季1軍リリーフの課題でもっとお試し的に見てみたかったですが、戦力外から獲得、支配下をつかんだところですが、1軍では3試合、2軍で3勝はところはさすがですが、この1軍救援課題の中でなかなか機会をつかめなかったのは立場的に苦しいかもしれません。そして育成打診的には深澤選手、深澤選手も有望株で早い段階の1軍供給、24年のブレイクも期待されていましたが、トミージョン手術、25年中には復帰できそうですが、1軍というところを考えると26年だと想定しているところで、育成打診的な可能性はあります。そして他にも怪我と手術組が多く、育成打診的な可能性がこの中からいるかもしれません。橋本選手、森下選手と1軍実績のない手術組投手、そして1軍実績はありますが2年1軍登板できていない入江選手、さらに今季飛躍を見せた中川光選手、そして1軍ゼロから今季多く1軍で経験できた徳山選手と手術組が多い上で、平選手もヘルニアに苦しんでいます。この中から深澤選手以外にも1人か2人、手術組で育成打診的な可能性があると思っていて、現時点だと入江選手、橋本選手あたりが育成打診等の可能性がありますが、ここは術後的
的な選手でもあるので、正直外から見る限りには分からないところがあります。ただ一軍実績的にない橋本選手に関しては、じっくりとなる可能性もありますし、一軍実績がある入江選手も2年一軍登板できておらず、コンディションを整えるシーズンとなると考えると、もしかするとこの2人が育成打者になるかなと思っています。全体としてはこんなところ。23年ドラフト苦しい部分も目立ったかもしれませんが、1位指名の渡来選手がスポット的にチームに勢いをつけ、2軍でしっかりと無双、そして下位の井上選手が2軍で結果、そして下位の石田雄太郎選手が1軍で課題も見えながら谷間的に高騰もあり、下位指名の井上選手が2軍で結果、石上選手が開幕スタメンというくらいのアピールができたところからだと寂しいところですが、高卒ルーキーの高見沢選手も存在感と左足的にはかなり若返り期待があります。実際一軍供給できたところもありますし、投手では苦しいですが、野手的には今季若返り的にかなり進める可能性があります。助っ人が多く計算できるチームですし、一軍野手が強力なので投手中心に行きたいところで考えたいところですが、一軍野手が強力だからこそ二軍が高齢化というところもあるので、少し若返りを本格的に始めていきたいところ、一概には言えないところなのですが、個人的には今年は投手の人数整理というところも必要ですが、野手に関しても必要かなと思っています。佐野選手の去就も微妙なところではありますが、今年のオフ本当に動きは注目です。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。